おはようございます。今日はですね、新しい靴をついに買いました。モンベルのこの靴ですね、トレッキングシューズを買いました、ね、これね、ワイドタイプの男性用ワイドって書いてあるんですけど、ワイドタイプのやつでね、履いたら非常にいい感じだったんでパッと買っちゃいましたね。結構ね、こうバーンとこう足の横幅がね広いので、前使ってたトレッキングシューズは買った後ね、かっこいいなと思って買った後にちょっと足がねちょっと痛かったりして、結構ねそれ馴染むまで半年ぐらいかかったりして大変だったんで、今回はねもう足にバッチリ合うサイズをね買ってきました。でやっぱりね、足のサイズをね測ってもらったら、すごい横広だっていう、ここのね横幅がすごい横広だっていうことで、こんな感じなんだけど、横広だっていうことで、この普通サイズとこのワイドのやつをちょっと両方ね履かせてもらったんですけども、やっぱ普通サイズはねきつくて、でワイドだったらちょうど良かったんでワイドを買ってきました。もうこれ自信を持って足にねぴったりだと思うので、でね、本格的にちょっとこう登る前にね、今日はね高尾山あたりに登って降りて、ちょっとねこれをね鳴らしでね使っていきたいと思います。あとね、このモンベルのねこういうね会員のにも入りました。年会費1500円かかるんだけども、会員になると500ポイントもらえて、であと2万円買い物すると元が取れるよって言われたん でこれでもう1万7000円使ったんで、もうあと3000円以上買い物するとポイントで戻ってくるということなんで、自分はねとレインコートとあと背中にショーザックをねまだ買う予定をしておりますので、会員になった方が得かなということで、まあ2年目からねそんな買うものがなかったら、まあ、年会費もかかるんで、まあ、継続するかどうかはまた考えるけども、うん、とにかく買い物するんだったらまあお得かなっていうことでモンベル会員になっちゃったんで、またちょっとモンベルに買い物行かないといけないなっていう感じですね。はい、ということで高尾山にレッツゴー。はい、高尾山口駅に着きました。今から登っていきます。時間は11時50分の遅めのスタートです。もう結構桜が咲いてますね、はい、ということで今日はね人が結構多いです。はい、ケーブルカー乗り場通過します。6号路から登って1号路で帰ってこようと思います。はい、靴はこんな感じです。すごくねかっこいいです。こんな感じかっこいい、こんな感じです。今日は6号路から登るんですけども、私がね一番最初に高尾山登った時に6号路登って、あ結構この道いいなっていう風に感動した覚えがあります。なので登るルートとしては一番 6号路が好きかなっていうところで、はい、6号路入り口、6号路から岩滝、よし、さあ6号路から登りますよ。結構ね6号路はね狭かったり、あとぬかるんだところとか、ちょっとね道としては一番ね山登りの感覚が楽しめる道だと思いますけども、結構険しい道が続きます。ということで今歩き始めていきなり息が上がってきましたけども、ちょっとねどのぐらいの時間で登れるのか試してみます。で今のところはねこの靴の調子は非常にいいですけど、どうかな、うん、前初めて登った時は6号路から4号路の吊り橋を渡ってで頂上行ったんですけど、で帰りはね1号路で降りるんですけど、自分はねちょっと膝がねそんなに強いわけじゃないので、前はね
帰り稲荷山ルートで降りてきたら結構膝が痛くなったんで、やっぱね、帰りはああいう平坦な下り坂の1号路で帰ってこようかなというふうに思ってます。目標タイムは登って降りてきて、まあ、2時間半で戻ってきたいなと思ってます。今日はね、非常に暑いですね。天気が良くて暑いです。で、昨日大雨降ってましたんで、なんかね、その湿気が蒸発してんのか結構ジメジメしてますね。まあ、途中でジャンバーを脱がないとちょっときついな、これ。はい、6号路はね、このね、歩いてる右下にね、川が流れてるんですけど、ずっとこの川沿いに登ってきますんで気持ちいいですね。でね、6号路はね、あれだね、険しいせいもあったのか人があんまりいませんね。人が少なくていいな。これね、6号路は道が狭いので人が多いと渋滞になっちゃいますんで、朝とかはね、もっと人多いんでしょうけど、今ね、登ってる人よりもね、降りてくる人の方が多いですね。そりゃそうだ、もう昼だからね。今日はね、本当は6時ぐらいに起きて高尾山を登る予定だったんですけど、昨日結構お酒飲んでたらね、朝起きられなかった。で、結局目覚ましかけててもね、起きたの8時半でしたね。で、昨日ね、お酒結構飲んでるんで、体の中の水分が今からドバッと出てきて、まあデトックスになるんじゃないでしょうか。あ、すいません。はい、こちらがね、途中にある神社です。あそこに滝があるじゃないですか。あそこが修行僧が滝打ちの修行をする場所だそうです。はい、さあ、ここからが急なんですよね。ここから一気に登っていきたいと思います。高尾山山頂まで 2.2 キロ。さあ、ここからまた急だな。2.2 キロか。といってもね、高尾山はそんなに高い山じゃないんで。あ、暑い。今ジャンバー脱ぎました。暑いわ。下半身は全然大丈夫なんだけど、心肺機能がついてこないですね。やっぱ年かな。昨日ね、ビールを大量飲んだんでね、やっぱり予想通り汗がね、ダバ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 出てきます。よいしょ。すごい。これ1号路、これ1号路方面に曲がったらもうすぐ階段が出てきましたね。これケーブルカー乗り場ですね。ほぼ一気に登りました。何分かな、お、サル園が見えてきた。あ、サル園、サル園。ああ、ここに来たら人がいっぱいいるな。ああ、これだな、タコ杉。
タコ杉です。だいたい高尾山口駅からここまで35分で上がってきました。はい、4号路行きます。1号路で登ろうかと思ったけど、帰り1号路で降りるんで、あまりにもあっけなく上についてしまいそうなので、4号路から吊り橋経由で山頂へ向かいます。靴はね、今のところね非常に調子いいですね。いい買い物したと、今まで履いてた靴よりも多少ねハイカット気味なので、くるぶしの辺の動きの自由さがちょっと少ないですけども、その分まあ足首をガードしてくれてると思えばまあいいのかなっていう感じですね。結構ねこの今回買ったこの靴はね軽いですね。すごく軽い。うん、今回はね競馬で2万4000円買ったんで、もうねすぐにねそのお金を握りしめてボンベル新宿南口店にね行ってこの靴を買ってきました。結構ね遅い時間に行ってね、閉店近かったんですけども、店員さんもすごく親切でいろいろ教えてくれてね、足のサイズ測ってくれて、これがいいですよっていうことで、ね結構ね対応はね非常に気持ちよかったですね。うん、また行きたいなあの店。やっぱモンベルって若い人からねおじさんまで幅広い年齢層に対応してるじゃないですか。で丈夫で物がいいんで、やっぱりモンベル買っとけば間違いないのかなっていう感じはしますよね。ちょっと高いけど。吊り橋ちょっと来た。はい、吊り橋を渡ります。おお、吊り橋いいねいいね。おお、うん、下に川が流れてるね。今日は一人で登っているんで、ブツブツね一人で喋りながら登ってるんでね、ちょっとね若干ね人とすれ違う時にはね若干恥ずかしいですね。いつもはねおっさんず3人で登ってたりするんで、そうするとねこうやって喋りながら撮りながら歩いてても違和感はないんですけど、一人だとねこんな感じで高尾山頂こっち、よし、どうなってんのかなこれ、分かれてるな。山頂いろはの森、自由軒4号路、いろはの森コース、いろはの森コースっていう方に行ってみます。そうだな、これいろはの森コースは初めて歩くかもしれない。しんどいな今日朝起きてね、高尾山に行こうかどうか迷ったんだけど、部屋からこう外見たらね富士山が綺麗に見えたんで、高尾山行こうっていうふうに思いましたね。天気がいい今日は。ふう、来てよかった高尾山。
1号路道に合流しました。高尾山頂、これ登ったら山頂だね。お、見えた、山頂が見えたよ。わ、人いっぱいだな。着いたで、着いたで。はい、着きました。人がいっぱいいるな。上に来たら人がいっぱいおるな。はい、着きました。じゃあちょっと富士山を見てちょっと休憩しております。今12時49分なので、ちょうど1時間で上まで登ってきました。1時間なんで下りは早いので、まあ往復で2時間くらいかな。うわ、見える、綺麗、富士山綺麗や。あー、綺麗、富士山が見えます。こんな感じ。ああ、今見えるね。よしよし。さあ、ちょっとね、3分ほど休憩してそこから降ります。あ、綺麗。うん、景色綺麗だな。あ、景色綺麗、見えます。よし、今ね3分ほど休憩したんで今から降ります。はい、お、人がいっぱい、人がいっぱいだな、うん、男坂、女坂、女坂にしよう。女坂にします。男坂の方はね、階段の絵が見えたんで階段がない方がいいな。はい、今ね男坂と女坂の合流を過ぎました。男坂の方はやっぱりすごい階段がね、激しい階段が見えたんで、女坂の方が楽だな。一人でブツブツ喋りながら歩いてるとちょっと恥ずかしいけど少し慣れてきた、うん、これがさっきちょうど4号路に入った分かれ目まで来ました。行きにね、あれ4号路入って登ったんだけど、1号路だったらもっと早かったね。多分55分ぐらいで登ったのかな。お、景色が綺麗、景色が綺麗だよ。お、すごく綺麗。高尾山口駅、こっちっすね。ケーブルカー乗り場、人がいっぱいだな。これ景色がいいからね。あ、風がすごい、風がすごいな。高尾山口駅、こっからね、高尾山口駅まで40分って書いてありますね。どうかな。
長い下り坂が続くんで、今靴の紐を締め直しました。ここから一気に下ろう。すごい急な下り坂ですね。これも走り出したらね、止まらないと思う。これはうわーすごい。靴の調子が非常にいいです。若干ね、膝に不安をね抱えてるんですけど、最近隔週ぐらいで山登ってるんで、すごいね調子良くなってきてね、今日もほぼ一気に登ったし、あの10年前ぐらいのちょっと全盛期ぐらいの体力が戻りつつあるかなっていう感じ。まだね全盛期の時の体力には程遠いですけど、体力が戻ってきてる感じはある。この靴はね買ってよかったな。結構ねクッション性もいいですね。膝とかね今んとこ全然なんてこともねない、痛くもなんともないんで調子いいです。クッション性がいいね、歩いててわかる。高尾山口駅まであと 1.5 キロですね。これね結構ね降りるのも急坂だけど、登るのも相当これは急坂だよ。1号路から登ったことはないけど、でもこう舗装された道だから1号路からこうなかなか登ってこようとは思わないけど、でねちょっと普通のスニーカーで来ちゃったような人は1号路から登ろうかなと思うけど、1号路はねあの高尾山気軽にふらふらって登るつもりで登ってきた人が、えらいとこ来ちゃったなって言って必死の形相で登ってる人は結構いる。もうほぼ降りてきた感じだね。下が見えてきた。今回この靴買ったけど、モンベルのねワイドのタイプの靴買ったんだけど、厚手の靴下履いてきつくもないし、中で足も動かなかったし、すごい調子良かった。いい買い物した感じがするね。すごい足にベストマッチ。もう足どこも痛くないし、ものすごい勢いで降りていたけど膝も痛くないし、調子いいっすね。ということでね、帰ってきましたよ。はい、一旦時間を計るために高尾まんじゅうを買いに行く前に一旦高尾山口駅まで戻ってみますね。ちょっと人が多いな。蕎麦屋の高橋屋ってね美味しいって言ってたけど行列ができてるね。あそこに並んでまで食べる気はしないけどな。まだこの時間でも人はいっぱい来ます。よし戻ってきました。さあさあさあ、ちょっといい運動になったし靴の鳴らしにもなりました。良かったです。よし戻ってきた。今何時かな。1時35分なので1時間45分ですね。登って休憩を2回軽く入れて降りてきて1時間45分でした。はい、気持ちよかったです。また来ます。